ただいまから全国戦没者追悼式を挙行いたします。天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、戦没者のご遺族、各界代表のご列席を得て、全国戦没者追悼式をここに挙行いたします。先の大戦では、300万余の同胞の命が失われました。祖国の行く末を案じ、家族の幸せを願いながら戦場に倒れた方々、戦後遠い異郷の地で亡くなられた方々、広島や長崎での原爆投下、各都市での爆撃、沖縄での地上戦などにより犠牲となられた方々、今すべての御霊の御前にあって、御霊安かれと心よりお祈り申し上げます。今日の我が国の平和と繁栄は、戦没者の皆様の尊い命と苦難の歴史の上に気づかれたものであることを、私たちは片時たりとも忘れません。改めて衷心より敬意と感謝の念を捧げます。いまだ帰還を果たされていない多くのご遺骨のことも決して忘れません。国の責務として、ご遺骨の収集を集中的に実施し、一日も早くふるさとにお迎えできるよう、引き続き全力を尽くしてまいります。戦後我が国は一貫して平和国家としてその歩みを進めてまいりました。歴史の教訓を深く胸に刻み、世界の平和と繁栄に力を尽くしてまいりました。戦争の惨禍を二度と繰り返さない、この決然たる誓いを今後も貫いてまいります。いまだ争いが絶えることのない世界にあって、我が国は積極的平和主義の旗の下、国際社会と手を携え、世界が直面するさまざまな課題の解決に全力で取り組んでまいります。今を生きる世代、そしてこれからの世代のために、国の未来を切り開いてまいります。
終わりに、今一度戦没者の御霊に平安を、ご遺族の皆様にはご多幸を心よりお祈りし、式辞といたします。令和5年8月15日内閣総理大臣岸田文雄。この後30秒ほどで正午の時報を合図に、戦没者に黙祷を捧げます。黙祷を終わります。天皇陛下からお言葉を賜ります。本日戦没者を追悼し平和を祈念する日にあたり、全国戦没者追悼式に臨み、先の大戦においてかけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。終戦以来78年、人々のたゆみない努力により、今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、多くの苦難に満ちた国民の歩みを思うとき、誠に感慨深いものがあります。これからも私たち皆で心を合わせ、将来にわたって平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願います。ここに戦後の長きにわたる平和な歳月に思いをいたしつつ、過去を顧み深い反省の上に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、戦陣に散り戦火に倒れた人々に対し、全国民とともに心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。
本日細田議長の代理として追悼の辞を述べさせていただきます。天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、全国戦没者追悼式が挙行されるにあたり、衆議院を代表して謹んで追悼の言葉を申し上げます。数多くの尊い命が失われた先の大戦の終結から78年の歳月が経過しました。この間命を落とされた方々の無念を思うと悲しみが尽きることはありません。ここに犠牲になられた方々に対し、衷心より哀悼の誠を捧げます。またご労苦を重ねられたご遺族の皆様に深くお見舞い申し上げます。戦後国民の不断の努力により、我が国は戦災からの復興と飛躍的な経済発展を成し遂げました。私たちは今日の我が国の平和と繁栄が戦没者の方々の多くの犠牲の上に築かれていることを忘れてはなりません。戦争の惨禍を繰り返さないという決意のもと、各国の国会議員間の連携を強化し、最大限の努力を行ってまいります。我々国会議員は日本国憲法の精神を対して恒久平和の実現に全力を尽くしてまいる所存であります。結びに、戦没者の御霊の安らかならんことを心からお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様のご平安とご健勝を切に祈念いたしまして、追悼の言葉といたします。令和5年8月15日衆議院議長細田博之、代読衆議院副議長海江田万里。本日ここに天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、全国戦没者追悼式が執り行われるにあたり、謹んで哀悼の誠を捧げます。父も32歳で戦死をいたしましたので、私は今日参議院議長として、また遺族の一人としてここに立たせていただいております。私たちは焼け野原の中、お腹を空かせて大きくなりました。一度でいいからお腹いっぱいご飯を食べたいと思っていました。母が元気な頃、軽口で親バカだなぁと言いましたら、私が親バカでなければ父親のいないあなたは生きていなかった、母に諭されたことを忘れることはできません。その母も41歳で力尽きたとき、戦没者の妻の皆さんが母親代わりになってくださいました。遺骨収集でご一緒しましたとき、その中のお一人がご遺骨に語りかけられました。子供たちをしっかり育てるというあなたとの約束はちゃんと守っていますよ。私たちは生きるか死ぬかという中を肩を寄せ合って生き抜いてまいりました。平和で豊かな国を作り上げました。今私たちがしなければならないことは、犠牲となられた方々のことを忘れないことと、
戦争を絶対に起こさないことであります。平和を守るために私の経験を次の世代に語り継いでまいりますことを戦没者の御霊にお誓いを申し上げて次の党の言葉といたします。令和5年8月15日参議院議長尾辻秀久。天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、全国戦没者追悼式が行われるに際し、謹んで追悼の言葉を申し述べます。先の大戦においては、多くの尊い命が失われました。ふるさとや家族の育成を案じながら戦場に倒れ、あるいは戦火の中で犠牲になられた戦没者の方々に対し、心から哀悼の念を表します。また、ご遺族の方々の時を経ても尽きることのない深い悲しみを思うと、誠に哀痛に耐えません。戦後我が国は、恒久平和を誓い、幾多の困難を乗り越えて復興と発展を遂げ、平和で豊かな社会を築いてきました。私たちは、今の平和な暮らしが戦没者の方々の尊い犠牲の上に築かれたものであることを胸に刻み、平和の尊さとこれを守り続ける責務の重さを後世に語り継いでいかなければなりません。世界では今なお武力紛争により多くの人々が犠牲になる事態が絶えておらず、真の平和の実現と法の支配の確立に向け、一層の努力が求められています。私たち司法に携わる者は、人類の理性と英知を信じ、法の支配を通じた平和の実現に貢献するため、力を尽くしてまいります。終わりに戦没者の方々のご冥福を祈るし、ご遺族の皆様のご平安を心から祈念して、追悼の言葉といたします。令和5年8月15日、最高裁判所長官、戸倉三郎。追悼の辞。本日ここに天皇皇后両陛下の御臨席を仰ぎ、各界代表をはじめ全国各地から遺族の代表が集い、全国戦没者追悼式が厳粛に執り行われるにあたり、戦没者遺族を代表し謹んで追悼の言葉を申し上げます。先の大戦の終戦終結から78年目を迎えました。父は昭和19年4月、最愛の家族の安寧を祈りつつ、我が身の危険を顧みず祖国の安泰と平和を願い出征していきました。母は3番目に生まれた妹のことを知らせるために何度も手紙を書きましたが、父のもとに届くことはなく、父はこの顔も知らず、昭和20年5月、
中国の地において無念の死を遂げました。愛する家族を失った私たち家族の悲しみは深く、心が折れそうになる時もありましたが、お互いに助け合い励まし合いながら懸命に生き抜いてまいりました。私たち遺族は今日の平穏な生活が領受できますことは、戦没者の尊い犠牲の礎の上に築かれたものであることを決して忘れるものではありません。しかしながら世界の情勢に目を向けてみますと、依然として紛争が絶えることはなく、幾多の尊い命が犠牲となり、ひいては飢餓や貧困をもたらしています。特に今般のロシアによるウクライナへの侵攻は言語道断の行いであり、現地の惨状を目の当たりにするにつけ、勝手の戦争を思い出さずにはいられません。こうした状況の中、我が国が平和の実現に向けて果たすべき役割は決して小さくありません。そして私たち遺族は、戦争の悲惨さと平和の尊さを孫ひ孫の世代へと永遠に語り継ぐことを英霊にお誓い申し上げます。本日は多くの来賓の参列のもと、かくも厳かに追悼式を挙行していただきましたことに、遺族を代表して心から感謝を申し上げます。結びに、ご英霊のご冥福とご参列の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げまして、追悼の言葉といたします。令和5年8月15日全国社遺族代表、熊本県横田照夫。会場の皆様、ご起立願います。天皇皇后両陛下がご退席になります。続きまして、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官に献花をお願いいたします。山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、各遺族代表殿、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、
各遺族代表殿、大阪府、奈良県各遺族代表殿、山口県、愛媛県各遺族代表殿、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県、各遺族代表殿、続きまして、青少年代表の方に献花をお願いいたします。これをもちまして、全国戦没者追悼式は滞りなく終了いたしました。天皇皇后両陛下のご臨席を仰ぎ、ご遺族代表をはじめ、来賓各位のご参列を得て、厳粛に執り行うことができましたことを、厚く御礼申し上げます。